7人目の登録者現れたので、記念動画アップすることにした。木材タス缶、2000グラム。ガン、280グラム。器、400グラム。器たす水、1400グラム弱。1400グラム弱マイナス400グラムイコール1000グラム弱。まあ、水1リッター弱いうことやね。木材は1700グラム今日あったことになるけど、ひとまずこの木材量でどうなるんか実験。
火つけてから20分くらい経った思うけど、やっと火らしくなってきたかな。火つけてから30分くらい。火、結構強なってるけど、沸騰する気配なし。火つけてから約45分経過。沸騰する気配全然なし。器の下の缶の蓋にこぼれた水は激しく沸騰中。でも器の水は沸騰する気配全くなし。器の中の水3分の2くらいに減ってしもたけど、
それでも黙々と木をくべてく。火つけてから約50分経過。缶の蓋にこぼれた水は沸騰してほぼなくなってもたけど、器の水は沸騰する気配なし。これが最後の一本。
実験結果、木材 1.7kg で水1リッター沸騰させることできず。シミュレーション動画作って、実験結果考察してみようかな。